あっこ、ただいま。純ちゃんのお帰りですよ。お、太郎、元気にしてたか。いや、R 田中一郎くんですよ。今日もご飯が美味しいですね。あ、ぶたないでください。首がもげちゃうじゃないですか。美しい、美しいぞ我がブンドル軍団。ねえリーダー、そんなこと言わないで、大君悲しくなっちゃう。私はこんなことでしか恩を返せない男だ。北斗の件ではレイ役その他塩沢兼人です。よろしくお願いします。スキューバーダイビングについて、お話をしますなどと偉そうに予告をしてしまったんですが、実は撮ったのは何のことはない一昨年くらいの話でして、それもまあもともと年に 2,3 回はあったかい国の方へ行くというのが趣味なもんですから、そこで何かもう一つくらいやることがないのかなっていうことをちょっとあって、でももうその時すでに10月を過ぎた頃で、とてもじゃないですが日本の海で潜りたいとは思えるシーズンがありません。そこで、講習だけは国内で受けて、サイパンへ、ライセンスを取りに行ったという次第です。2日間で、4回ほど潜って、それでいろいろまだ問題があると、それだけでは OK にはならないんですが、幸いのことに OK ということで、ライセンスをいただきました。そうですね、一番面白いなと思ったのは15メーターくらい下の海底から上を見ている状態、あるいは真ん中で漂っている状態、これは宇宙遊泳状態でもありますし、全く上の世界っていうのはずっと光の差してくるまでは海の中ですから、何とも言えず、そういう番組を見てればみんなが言っていることなのであまりにも通俗的なんでその言葉は使いたくないんですけども、やはりあえて使ってしまえば非常に神秘的です。こんな写真があります。横で V サインしてるのが愚妻というと怒られますんで、うちの妻です。はい、上がって疲れ切った状態です。はい、これはちなみにバリですけれど、ご夫妻金の、彼女の方はもう、年も女性ではいろいろ気にしなきゃいけないもんですから、随分僕の顔と色が違うんですけれどもね。この方は現地の方というか、で私の色、確かにほとんど変わらないかなという世界です。